始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、そうめん買ってきました。僕がね、いつもまかないで、こう、ささって食べれるんで、よくそうめん食べるんですけど、ね、僕の食べ方でめっちゃ自分がドハマりしてる食べ方があるんですよ。なんで、それを今日は簡単に紹介しますね。はい、じゃあ調理スタート。今日の簡単料理、はい、アークマそうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。はい、始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理に、はい、じゃじゃん、そうめん買ってきました。僕の動画で、去年出した動画で悪魔そうめんっていうのがあるんですよ。このね、悪魔そうめんっていうのがめちゃめちゃ評判が良くて、僕の動画としてはもう大ヒットしてるんですよね。悪魔があるなら天使もあってもいいじゃんってことで、今日は悪魔に対してのもう天使のそうめんっていうのを考えてきました。じゃあ早速やっていきたいと思います。天使の、そうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理はね、はいはい、じゃじゃーん、またしても流出水麺買ってきちゃいましたってことで、大好評のね、もう簡単そうめんシリーズやっちゃいますよ。はい、調理スタート。はい、盛り付けて完成しました。今日の簡単料理ね、はい、ごまだれそうめんの完成です。めっちゃ美味しいよ。はい、始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、はい、そうめん買ってきました。はい、調理スタート。We'll be right back.
完成しました。今日の簡単料理ね、ナスを使った、ナスそうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。そうめんシリーズは、ツナマヨそうめんの紹介します。調理スタート。使わないでめちゃめちゃもう美味しくさささっと食べちゃう、そのちょっとね麺シリーズちょっといくつか考えてきたんでやっちゃいますよ。はい、調理スタート。超美味しい、トマトシーチキントマト、そうめんの完成です。めちゃ美味しいよ。はい、始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、そうめん買ってきました。今回のタレも半端ない美味しいですからね、皆さん期待しててくださいね。はい、じゃあ早速やってみますか。完成しました。はい、今日の簡単料理ね。はい、超美味しいね。これはね、研磨式トマトそうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、そうめん買ってきました。はもうさっぱりね、なんていうか、肉類一切使わないで夏野菜の、はい、ベジそうめんってやつやっちゃいます。はい、調理スタート。
い、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、夏野菜の、はい、ぶっかけそうめんの完成です。めちゃめちゃおいしそう。そうめんシリーズ、今日もやっちゃいます。はい、調理スタート。完成しました。今日もね、火を一切使わないで簡単に作っちゃった、はい、梅おろしそうめんの完成です。めちゃおいしそう。はい、始まりました、ケンマスクッキング。今日はね、今日やる料理は、そうめんね、もうだいぶ熱くなってきたんで、めちゃくちゃおいしい、まあなんていうかタレの作り方をいくつか僕のオリジナルのやつを、オリジナルというかどうか分かんないけど、美味しい食べ方があるんで、それを紹介します。これでね、このそうめんをこの薬味とこの梅だれね、これを研いで、まあ、梅干しサワーの料理で梅をこう溶くとめちゃくちゃいい香りがするんで、これにこのみょうがと大葉の薬味を混ぜて食べるということです。ケンマスクッキング、今日やる料理はね、じゃじゃーん、そうめん買ってきましたね。もう暑くて暑くてね、もうちょっと夏バテ気味なんで、もうとにかくもうそうめんでさっぱりいきたいと思います、今日は。ということで、今日はね、こう大根使ったちょっとさっぱり系のぶっかけ、ね、そうめんやります。じゃあ調理スタート。
成しました。今日の簡単料理ね、梅大根冷やしぶっかけそうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。ケマスクッキング、今日やる料理はに、じゃじゃーん、これ買ってきました。この中のプロペラが回ってみじん切りになるというシステムなんでね、調理スタート。はいはい、超簡単、ブンブンそうめん、はい、完成です。めちゃめちゃ美味しそう。はい、始まりました、ケマスクッキング。今日はね、めっちゃさっぱりしてて、もうスルスルって食欲がない時にも絶対これはいけるぞっていうね、僕が最近ハマってる大好きなそうめんをやっちゃいたいと思います。チューリースタート。
完成しました。今日の簡単料理ね、超さっぱり、はい、レモンぶっかけそうめんの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。ケマスクッキング、熱くてもうどうしようもないですね。そうめん食べるしかないですね、やっぱりね。ね、畳んで美味しい、僕いつも食べてるそうめんの、つけだれね、まあ教えますね。じゃあ早速調理スタート。ちょっと醤油の、醤油のめちゃめちゃ香ばしいいい香りです。ゴしました。今日の簡単料理ね、超簡単、肉ピーマンそうめんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。これでね、まあ大好評の火使わない、簡単そうめんシリーズで、第3弾目いってみたいと思います。はい、調理スタート。はい、はい、今日のね簡単料理ね、はい、2分でできちゃう超濃厚、はい、サバ味噌の、サバ味噌そうめんの完成です。めっちゃ美味しそう。ケマスクッキング、今日やる料理はね、じゃじゃーん、またしてもそうめんですよ。そうめん、もうね、あのね、秘密兵器これだよ。これサバ味噌をこれ使って最高のやつやっちゃいますよー。だ、はい、チェリースタート。
ました。今日の簡単料理ね、サバ味噌缶を使った超簡単、サバ味噌つけ麺の完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。どうですどうです。ケンマスクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、あのね、そうめんなんですけど、ちょっとそうめんのあったかいバージョンで一品ちょっと簡単なやつやります。はい、調理スタート。完成しました。今日の簡単料理ね、超簡単、はい、かき玉そうめんの完成です。めっちゃ美味しそう。はい、始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はそうめんなんですけど、もうそろそろもうね、もうそうめん食い飽きたぜーみたいな感じじゃないんでしょうかね。もうね、もうちょっとで秋になるんですけど、まだ残暑厳しいですけどね。まあそうめんを普通に食べるのがもう飽きちゃってる。で、ちょっとそうめん残ってる。もしくはね、そうめんをね、茹ですぎちゃって、あれ残っちゃったな、どうしような、なんていう時のための、リメイク術ですね。そうめんリメイクのお料理を一品やりたいと思います。はい、チャレンジスタート。皆さん、はい、ブラックジャック、うわー決まった、今日ももうこれはテンション上がるわーい。
な感じで完成しました。今日の簡単料理ね、そうめんのリメイクで、そうめん餃子の完成です。このねタレつけて食べてみたいと思います。超うまそう。